さあ何月まで雪が残るのか分かんないけど、うん、すごい雪だね。でもね、ね、うん、うわーすごいよー。はあ、こんにちは、ガッチャンです。今回は立山黒部アルペンルートの立山側の方から回ってみました。チケットは6時20分から配布ですが、1時間前から並びました。これがチケットですね。それではケーブルカーに乗りましょう。本日は立山ケーブルカーにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。 Thank you for traveling on the 立山ケーブルカー。 And they are said to have been created many years ago when Mount 立山 erupted and molten lava cooled into the forms that you see there. Arrive at Ichidaira Station. The exit is on the left hand side.ここからは50分かけて室堂へバスで向かいます。こんなだね、目の前。だろうね。あ、そうだね。あ、そう、さっきあそこからこう上がってきて、車ここ止まって今上に上がってきたから、あれはさ、風で雪が舞ってんのか、あ、そうじゃない、普通の雲なのか分かんねえんだけど。あ、どっちだろうね。クマじゃん覆わねえだろ、クマは。すごいね、雪の壁だね、本当にね。本当に、雪祭り巡りしてて雪にはあんな堪能はしたけど、うんうんうん、こんなこう、なんだろう、高い標高で、うん、の雪って初めてだから、新しい感覚でびっくりだね。ね、スノーブーツとちゃんとした格好できてよかったね。そうだね、さっきスニーカーの人がいたね。しかも、ね、くるぶしまでのソックスで、ね、っていう感じの。ここの室堂は、うん、今もう7度ぐらいまでに気温は上がってると思うんだけど、一応真冬のさ格好してきたじゃん。ダウン着てバカにしないでちゃんとした冬の服の装備がいい ね。やっぱり5月ゴールデンウィーク過ぎてるといえども、うん、山を舐めちゃいけないってところなんですよ、ね、ちょっと今思い出してきたんだけど、うん、五色沼を思い出してきちゃった。これ明日コマネチだね、二人してね。みくりが池温泉の方に向かう途中だけど、いや、へこたれそうだね。すごい吹き出してるね、シューって。これ風向きによっては、ほら、だって蒸気の熱でさ、雪溶けちゃってるもんね。まあ、あそこ行って帰ってきたらもう温泉卵だよ。
おー、すげえ、池が見えてきたよ。何この色。池がすごい近いぞ。おー、すごい。シャーベットになってるのがよくわかる。すごいな、ここ。閻魔台っていう地獄台の展望台にやってきました。煙がいっぱいでよく見えないな。何？途中で止まってんの？むっちゃん困れち。もうちょっとコマネチキン切ったいな、ちょっとダメだよ。平日のこの時間なのに結構人がいるんだね。そうだね。雪のね、一番高いところが、なんかあの辺とか、もうちょっと行ったところなのかな、うんうん、その辺が一番高いところなんだって。雲海になってます。すごいすごい、ほら、すごい高いところが見えてきたよ。うわー、雪の壁か。いやー、来たかったんだよね、やっと来れたな。でも、うわー、高いねー。うわー、雪の壁。こんな感じでござんす。ござんす。こんな感じ。そうになってるもんね。いや、初めて雪の大谷来たけど、いや、スケールがすごいね。そうだね。うん、まあ、びっくりしたのが、そのやっぱ雪の大谷と無人観光客の多さ。そうだね、日本人より多いだろうね。日本人より7対3ぐらいの割合。いや、8対2ぐらいかな。そうやね、すごい差だったな。バス来た。バスよりだって雪の方が大きいんだもんな。すごいな。さあ、何月まで雪が残るのか分かんないけど、すごい雪だね。でもね、立山ケーブルカーにご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。 Thank you for traveling on the 立山ケーブルカー。ありがとうございました。立山駅の到着です。お降り口は左側です。車内にお忘れ物のないようお願いいたします。ホームも階段となっておりますので、足元には十分ご注意ください。 We have now arrived at 立山ステーション。The exit is on the left hand side.